こんにちは、チョメです。サイドクエストパート4分の3、課題セット4分の1、狼人間の苦悩、中庭、記憶魔法を使う。記憶魔法薬ね。お、キアラがいた。ピッパに会いに来るように伝えておいたわ。もうすぐ来るはずよ。彼女が来たら記憶魔法薬を飲むようにお願いして。あの満月の夜に正確に何が起こったのか思い出してもらいましょう。ピッパが思い出したくないから飲みたくないって言ってくれないかなってやっぱり思っちゃうところもあるけど、私が恐れていることが現実に起こったって知ることになったら、私がピッパを襲ったことが証明されてしまったら、それはないって僕は自信を持って言えるよキアラ。だけどピッパと会う前に君に言っておきたいことがあるんだ。昨日の夜君を訓練場で見たよ。そうなの？君が会ってた魔法使いは誰だ？どうして彼にあの瓶を渡したんだ？私のことをつけてたの？違うよキアラ、僕はあなたの脱狼役に関する質問に答えずに魔法道具の部屋を出て行ったから、私が何をしてるのか知るために尾行してたの？説明させてくれ。チョメ、キアラ、私に話があるって？ごめんピッパ、ちょっと待ってくれるかな。キアラと今大事な話をしてるんだ。いいえピッパ、大丈夫よ。チョメとは話はもう終わったから。そうなの？でもあの襲撃のことを聞きたいと思ってるなら、あれから特に何も思い出せなかったわ。実はだからこそ君を呼び出したんだ。あの夜のことを思い出させてくれるのを用意してたんだ。本当？一体何？記憶魔法薬だよ。君のために作ったんだ。これを飲めばあの満月の夜のことをもっと明確に思い出せるはずだ。思い出したいならだけど、もちろん本当に何が起こったのかを思い出したいわ。ちょっと怖いけど、あの襲撃を思い出すってことはもう一度体験するようなものだもの。襲撃者の顔を見ることになるだろうし、私が臆病だってことが証明されるのも怖い。これだけの騒ぎを起こしたのに結局大した事件じゃなかったってオチになるのも怖いわ。君の気持ちはわかるよピッパ。僕たちもいろいろな理由で真実を知るのがちょっと怖い。だけど結果がどうであれ思い出した方がいいことにつながると思うんだ。本当に何が起こったのか知ったらどんな良いことにつながるの？ホグワーツを守る手助けができる。答えを知ることができる。それで踏ん切りがつく。一番上だな。自分自身とホグワーツを守る手助けができるよ。身体的な脅威だけじゃなくて、恐怖や被害妄想、確信を持てないことから起こる罪悪感から。そんな風に考えたことはなかったわ。私もわからなかった。真実を知ることで自分に降りかかる恐怖と罪悪感のことしか考えてなかった。自分だけじゃなくて他の人にどんな影響があるのかなんて考えてなかったわ。どうだいピッパ、記憶魔法薬を飲んでくれるかい？あなたが言ったことを考えた上で真相を知ることにしたわ。まあ、私も怖くて飲めないかもしれんな。私はもう十分にいけたもの。今回は真正面からあの事件と直面する。記憶魔法薬を飲むわ。私も結構逃げるところがあるからね、癖がね、怖いから。気分はどう？突然あの満月の夜に起こったことを全て思い出したわ。すげえ。本当は何が起こったのかもきっと信じられないわよ。え、ちょっと聞いてみよう。8時間長いねピッパと話す。やっていきましょう。考える。走っている時に木の枝を踏んだら生物の爪だと思うだろうな。ヒッポグリフの鳴き声だったのか。それなら狼っぽくなかったのもうなずける。じゃあ狼人間に襲われなんかないってこと？お、後ろ3人歩いてる。あの大きな白い生物は狼人間なんかじゃなかった。白いヒッポグリフよ。白もいるんだね。襲われたとかじゃないのよ。逃げてる時に木で引っかいただけ。私が聞いた遠吠えはヒッポグリフの鳴き声だったことに違いないわ。じゃああなた狼人間じゃなくて木に引っかかれたの？木に引っかかれたっていうか当たったって感じなんかな。記憶違いをしたり恐怖心を持ったりしたことで誰もあなたを責めたりしないわピッパ。あ、でも動く気もあるか。あれほど暗かったから僕もヒッポグリフを狼人間と間違えるかもしれない。じゃあ狼人間に襲われてなんかいなかったってこと？
確かアズバガンで出てくるような、あの動く木みたいなやつ。あ、じゃあどんどんやっていきますね。少々お待ちください。映画名間違えてたらどうしよう。回復してきました。最後キアラ、話す、もうちょっとか、考える。はい、いつも通りコインをゲットします。8時間なので多いですね、若干。それじゃあ君は狼人間に襲われたんじゃないんだよな。ただの勘違いだったんだな。ほっとしたわ。じゃなくて、やっとほっとできたわね、ピッパ。狼人間の噂が広まってしまって罪悪感を感じるけど、本当は私がヒッポグリフから逃げて、その途中で木にぶつかったのを襲撃だと勘違いしたんだもの。ピッパ、私のことは心配いらないわ、チョメ。学校の皆が恐怖の中で生活しなくてよかったんだもの。ちょっとくらい罪悪感を感じたって平気よ。こうしちゃいらねえわ。フォーワーツに狼人間がいるって噂を否定して回らないと。チョメとキアラ、思い出させてくれてありがとう。恐怖心のせいで本当に必要な答えを得られないところだったわ。私を救ってくれてありがとう。まあ、キアラも救った感じかな。私も同じ気持ちよ、チョメ。ピッパを傷つけたと思い込んで自分が許せなくなるところだった。でもあなたを信じてくれた。私が自分自身を信じられなくなった時でさえ、ちょっと友達に近づいたかな。私が言いたいのは、つまりいろいろと助けてくれてありがとう、チョメ。どういたしまして、キアラ。でもどうして最初にこんなことが起こったのかを知りもせず、ちゃんと君を助けてあげられなかった自信がないよ。君が訓練場で会った魔法使いにあげた瓶って、君の立つ狼役なのか。だから君はピッパを襲ったと思い込んで怯えてたのか。自分の立つ狼役をあげてしまったから。それは言えないわ。キアラ、僕のことは全面的に信じてくれていいって分かってるよね。ごめんなさい。分からないよ。僕は君とあの魔法使いを訓練場で覗き見してたと思ったからか。だって僕は本当にごめんなさい、チョメ。満月のために準備をしなきゃいけない。もう今夜なの。あー、確かに今夜だよな。はい、次。ベンと話す、妖精の呪文学の授業が終わったから話そう。話しましょうか。まあ、ベンとも結構話せるの嬉しいわ。お、みんないる。ひどいダジャレをかわす呪文があればいいのにな。また浮遊呪文を練習してる子がいるなんて信じられる。授業を楽しんでくれるといいのだが、先生のユーマが聞いていただろう。まあ、楽しむのも大事なのかな。妖精の呪文学の授業の間ずっと難しい顔をしてたな、チョメ。今来たばっかりなんですけど。狼人間の襲撃のことか。噂では女子生徒は狼人間じゃなくてヒッポグリフを見たんだって。早いね、噂広まるの。そして走ってる時に木で引っかかいたそうだ。真実がすぐに広まったようで嬉しいよ。まあ本当は悪い噂は結構早く広まるけど、こういう噂って、ああそうなんだで終わるけどね。ってことは本当なのか、残念だな。今夜満月の間に狼人間と戦うのを楽しみにしてたのにな。ところで僕たちが見たキアラが会ってた魔法使いについての話はしたのか。聞いたんだけど何も教えてくれなかった。どうしてそんなこと聞くんだ。あの夜見たことについて少し考えたんだ。そしてやらなきゃいけないことがあるって判断したんだ。何やらなきゃいけないことって。ベンと話す、1時間やっていきます。回復したのでね。話す、訓練場にいたあの魔法使いは何かを企んでるかもしれない。僕はキアラが一緒にいたあの魔法使いについてダンブルドアに警告すべきだと思うんだ。なんだ今の音楽。ダンブルドアならあの魔法使いについて何をすべきかわかるだろう。あの魔法使いが危険だとしたら、僕たちにはホグワーツに報告する義務があるんじゃないか。訓練場にいたあの魔法使いは何かを企んでるかもしれない。なんか授業終わったのにね。僕はキアラが大丈夫なのか心配だ。でも君はキアラが一緒にいたあの魔法使いのことを心配してるのか。あの魔法使いのことをダンブルドアに言うのはしっくりこないよ。少なくともまだ。まあでも報告はいいんじゃないの。もしかしたらキアラのお父さんかもしれない。僕はキアラが大丈夫なのか心配だ。でもリマスまだ結婚してないよな。
僕、君はキアラが一緒にいたあの魔法使いのことを心配してるのか。あ、ループになっちゃうからどんどんやっていきますね。確かね、アズバガンの囚人をね見たら結構わかりますよ。はい、ゲットします。1時間いいね。キアラと一緒にいた魔法使いのことをダンブルドアに報告しようと思ってるのか。あの魔法使いは明らかに怪しい。何か企んでる。まあね、先生になってくるけどね、もうちょっとしたら、 あと数年か。僕はどんな危険なやつでも大丈夫だけど、ホグワーツの皆には注意を喚起しなきゃ。本当にそれでいいのか。どうしてだ、あの魔法使いが危険な存在だとは思わないのか。ね、わかんないね。まあ、危険だにしとくか。見た限りは危険な存在に見えた。無害って言えないよな。わからないっていう選択肢欲しかったわ。危険だと思うならどうしてダンブルドアに言おうとしないんだ。先にキアラと話をせずにダンブルドアに報告するのはしっくりこないんだ。キアラが罰を受けたり危険な目に遭うようなことはしたくない。だから頼むよベン、ダンブルドアには言わないでくれ。わからないな、チョメ。やっぱり報告する方が賢明な気がする。一応言っとくのはいいと思うけどね。でもちゃんとした理由があってダンブルドアに言うなって言うなら考えるよ。やめてくれと頼んでる。全ての事実が揃ってない。ダンブルドアは忙しい。正直真ん中だと思う。全ての真実が揃ってないから私は正直に真ん中行く。全ての事実が揃ってないからだよ。それに結論を急ぐとどうなるか君にわかるだろう。真面目に答えちゃった。一番上でもよかったけどな。怒りもしなかった狼人間の襲撃のことで学校全体がパニック状態になってるのを見れば、敵の一歩先を行くためには時として結論を急ぐことが必要なんだ。でも確かにキアラとあの魔法使いが会ってたのは僕たちが知らない理由でもあるのかも。じゃああの魔法使いのことをダンブルドアに報告しないって約束してくれるか。少なくとも僕がキアラを説得して何が起こっているのかについて話を聞くまでは信じてくれ。もしあの魔法使いが危険だってことが分かったらダンブルドアには僕から警告するよ。分かったよチョメ、ダンブルドアに言わないって約束するよ。でも気をつけた方がいいってもう何人かの生徒に警告したんだ。何人に。まあでもいい判断だと思うよメイン。数十人かな。じゃあ僕はすぐにキアラを見つけに行って答えをもらった方がいいな。まあベンは責めれないよな。キアラと話す。スネープのところに行かなきゃいけないんだけど、今すぐ廊下に来れるならちょっとくらい話せると思うわ。じゃあ行こう。タイムクエストって待ち時間がないからいいよね。ただ焦っちゃうけどな、時間制限でね。はい。キアラ、今夜の満月の準備で忙しいのは分かってるんだ。でもごめんなさいチョメ、でもこれからスネープに会いに行くところなの。キアラお願いだ、話がしたいんだ。僕はあの魔法使いが何者かを知りたいんだ。君はあの人に脱狼役をあげたのか。もしそうならどうして。ごめんなさいチョメ、だけどこれだけは秘密にしなきゃいけないの。そこなんだよ、それほど長くては秘密にしておけないかもしれない。え、君が会ってた魔法使いのことはベンも知ってていろんな人に警告して回ってるよ。なんですって。ダメよ、噂なんかになっちゃいけないの。あなたが訓練場で見たことをベンに言ったなんて信じられないわ。行かなきゃ。ダメだキアラ、待ってくれ。本当に起こった出来事に耳を傾けるだけでいい。ただ僕を信じてほしいんだ。ちょっと教えてほしいよな。キアラを説得する3時間やっていきます。結構ずっと実況してるからどの声が枯れてるかもしれません。それじゃああんたとベンが私たちが会ってるのを見たっていうの。ダンブルドアには知られてないわよね。まだ言ってないですよ。言うなって言いました。覗き見してたんじゃないって約束する。いやめっちゃ分かってたじゃん。キアラ側からも見えてたと思うよ。ベンが他の人に言ったならホグワーツ全体に知れ渡るのは時間の問題ね。そんなにベンって信用されてんの。それじゃああんたとベンが私たちが会ってるのを見たのは偶然だったの。これもループかな。ベンがあの魔法使いのことをダンブルドアに報告するって言ったのを僕はやめさせたんだ。訓練場には昨日行ったよ。でも君を覗き見するためじゃない。ベンは僕と話をする前に何人かの生徒にあの魔法使いについて警告したんだ。僕はベンを手伝うために訓練場にいたんだ。君とあの魔法使いを覗き見するためじゃない。じゃあね、どんどんやっていきます。少々お待ちくださいね。安心させないとね。続きをねやっていきます。回復してきました。
まあね、ループだからこんな感じにね、サクサクやっていきます。まあ、多分ね、待ち時間はまだないと思います。次のショーに行くときに待ち時間が結構発生してますからね。はい、コインをゲットします。訓練場での出来事をあなたが知ってるって聞いたとき、私はパニックになったわ。私があなたの質問に答えなかったから、私を覗き見してたんだと思ったの。でも私が間違ってたみたいね。ごめんなさい、チョメ。結論を急いじゃったわ。いいんだ、キアラ。僕を信じてくれて嬉しいよ。もしあなたに悪意があったら、ベンが言ってることを私に警告したりしなかったと思うの。あの人がまだ誰にも見つかってないといいんだけど。どうして、どうして秘密にするのがそんなに大事なんだい。どういう関係なんだろう。キアラ、このことは秘密にしなきゃいけないって君が言ったのは分かってる。でもお願いだ。一体これがどういうことなのか教えてくれないか。絶対無理。キアラ、僕はベンがダンブルドアには何も言わないよう説得した。でもかろうじてできたに過ぎないんだ。君を助けたいのは山々だけど、何が起こっているのか教えてくれないとどうしていいのかわからない。僕の知る限り、ベンが正しいのかもしれない。君も、そしてホグワーツも危険にさらされてるのかも。あなたに話してしまいたいと思っている自分もいるの。でもこれは私だけの秘密じゃない。どうやったらあなたを信用してもいいって確信できるかしら。一番上はダメだな。君の秘密を守ってきた。君のことを気にかけてるんだ。一番上怖いな。でも、いやでも私はね、絶対ね、信頼するっていうから、いや、ちょっと怖い。下にしよう。一番上はね、ほんと怖いんですよ。あのドラコとあのスネープのやつがあるからな。君のことを気にかけてる。あ、映画の話ですね。キアラ、それに僕は君を傷つけるようなことは絶対にしない。私はあなたを突き放したというのに。まあでもね、一番上、あ、怖いな。僕には理解できなくても君なりの理由があったんだと思ってるよ。あなたはそんなに私を信じてくれるのね。そろそろ私がお返しにあなたを信じる番ね。じゃあ僕が協力できるよう何が起こっているのか話してくれないか。ダメなの。でも訓練場に来てくれたら見せるわ。そしたらこのことを秘密にしとくのがどれほど重要かあなたにもわかるわ。じゃあ狼人間になったのが見れるか。あ、3時間待ちか。キアラの秘密を知る。スネープと会わないといけないの。だからその後にしましょう。キアラの秘密を知る訓練場やっていきます。お、またクイジッチの音楽だね。ボーフと一緒にいます。いや違う、ボーフと一緒にいるのはもしかして。かなり待ちましたか、大人の魔法使い。全然待ってないよ、キアラ。古屋から出てきたばっかりだ。ボーフ、ボーフ。ボーフも一緒に連れてきてくれたんですね。一緒に来ると決めたのはこいつの方だ。正直言うと、この子犬は私にどこまでもついてくるんだ。これは誰だ、つけられていたのか、キアラ。違います、僕はチョメ YouTube です。あなたに会わせるためにチョメを連れてきたんです。この人のことは信頼しても大丈夫です。私が狼人間だってことも知ってるんです。それなら、はじめまして。私はギーマス・ルーピンだ。ルーピンと呼んでくれていい。君が友達を連れてくるなんて初めてのことだな、キアラ。友達とは言えないかもしれません。でも、チョメにはずっと助けてもらってるんです。そして、信頼してる人には本当の答えを知ってほしいから。どうしてここにルーピンがいて、ここで何が起こっているのか説明する時だと思うんです。まあ、ルーピン先生も狼人間なんですよね。8時間ルーピンについて話し合う。結構時間食うな。それじゃあルーピンに脱狼役をあげるために訓練場で会っていたんだね。ルーピンに出会ってすぐお互いが狼人間だって分かったの。私は狼人間だ。もうすぐ5歳になるという時にフェンリール・クレイバック。ルーピンはとても悲しそうだ。ここに来るまでにいろいろあったんだろう。そうなんですよ。いろいろあったんですよ。
ルーピンと私は似たような経験をたくさんしたわ。他人とは思えないの。ポーフポーフ。残念ながら脱狼役の材料は法外に高いのだ。ポーフが私をルーピンに導いたのは理由があってのことだと思うの。例えばルーピンに、じゃあ聞こう。私はルーピンの変身のために脱狼役をあげていたのよ。君とルーピンはそんなにすぐに友達になったんだな。尋ねる。ポーフが私をルーピンに導いたの。あ、もうループかな。早いね、ループでも。キラに出会ったのだ。じゃあね、少々お待ちください。はい、右上見てください。回復してきました。ではね、ちょっとプレイ動画になります。いい感じに終わりましたね。はい、コインも25コインが5です。狼人間なんですか、ルーピン。あ、子供の頃からね。そしてこの2ヶ月間キアラから脱狼役をもらってたんですか。ええ、自分で作れなくてね。脱狼役が発見されてたからというもの、私は自分で作る方法を模索してたのだ。私の技術では作るのは無理だったが、やってみなければならなかった。材料を買う余裕がなかったが、買う代わりに探しに行った。キアラに出くわしたのは、何日も材料を集めるために禁じられた森を探索していた時だ。ホグワーツの敷地内にどうやって入れたんですか。森の間の安全な道を知っているということにしよう。それちょっと問題だな。この子犬が私をキラに導いてくれたことに感謝してもしきれないよ。ポーフ。いいえ、ルーピンに出会えて感謝してるのは私の方です。今の私のように幸運な狼人間ばかりじゃないってことを教えてくれました。だから新しい夢ができたんです。狼人間が状態を管理するためのより良い、そしてより手に入りやすい方法を見つけます。君なら絶対できるよ、キアラ。ありがとう、チョメ。考えると、これはすべてルーピンに私の脱狼役をあげたことから始まったのよ。君の脱狼役？予備の狼役だと思言ったと思ったが。あ、そのキアラ、嘘ついてたのか。キアラ、なんてことをしたんだ。正直言いなさい。私があげた脱狼役のことですか？私の唯一の太鼓でした。だから君は前回の満月の時に何が起こったのかを心配してたんだね。脱狼役を飲んでなかったから、ちょっとずつ謎が解けてきたね。それじゃあずっと君は飲まずにいたのか。変身するとどれだけ危険かを十分に知っていながら。分かってます。でもあなたの話を聞いて助けなきゃって思ったんです、ルーピン。でもアコナイトが足りなくて2人分の脱狼役は作れなかったんです。あなたは今まで平凡に変身できたことがないでしょ、ルーピン。それにあなたはすごく疲れて必死そうでした。それであなたには私よりずっと必要だって分かったからあげることにしたんです。自分の脱狼役を人にあげるなんて無責任だって思うわよね、チョメ。無責任だよとても無責任だよ。心が優しいのはわかるけど、だけどもっと慎重にならないと本当に危ないよ。自分自身の体も大切だって忘れちゃダメだ。まさしく君の言う通りだよ、チョメ。君は年の割に賢いな。次は気をつけるって約束するわ。残念だが次はない。少なくとも私には。どういうことですか、ルーピン。君から脱狼役をもらい続けるわけにはいかないよ、キアラ。実を言うと、私はこれからそのことで君や他の人間から離れた方がいいのだ。え、なぜですか。安全ではない、君はホグワーツにとって。これからもっともっと気をつけます、チョメと私で。あなたが誰にも見つからないようにします。これについての決意を変えるつもりはない。君のためにもそれがいいのだ、キアラ。
でもこれからどうするんですか、ルーピン。なんとかする。自制心よりも失いたくないものがあるのだ。少なくとも今夜の分の脱狼薬は飲んでください。それはできない。私はもう君に十分な負担をかけてしまっているのだ。お願いだから飲んでください。どうせ私には1回分じゃ効かないんです。しかし私は薬を飲んでも手遅れなんです、ルーピン。満月までの1週間は飲み続けなきゃ効かないって知ってるでしょ。あ、マジで飲み続けないといけないんだね。それはそうだけど、でもあなたが自分をコントロールできるか、それとも全てを失ってしまうかは今夜の分にかかってるんです。飲んでください、ルーピン。キアラの言うことには一理あるし、キアラにとってとても大事なことなんです。わかった、飲もう。だがその後行かねばならん。だが行く前にチョメと二人だけ話をしてもいいかな、キアラ。あ、嬉しい。いいわ。ほんの一分だけだ。その後ちゃんと別れを言いに来る。もっと話したいな。でもチョメ、私がこんなことを言える立場にないのは分かっている。だが私が去った後、キアラを見守ってやってくれないか。キアラには何かがあった時に彼女と学校の安全を守ってくれる友達が必要なのだ。それが僕にできたらよかったのに。でもキアラが僕のことを友達だと思ってないと言ったのは聞いたでしょ。それは確かに言ったが本気だとは思わない。傷つけたり怖がらせたりするのを忘れて人に近づきすぎたのないのがいいんだと思う。私も同じだった。友達に出会うまでは僕のことは信頼していいってキアラに納得させるためにできることはありますか。今夜の満月の間そばにいてやってくれ。脱狼薬なしではキアラにとって厳しい変身になるだろう。変身から彼女の心をそらすのだ。君が恐怖心からいなくなったりしないことを見せるのだ。何が必要なのかを思い出せてやるのだ。おルーピン先生だ。本当だ。友達がそばにいてくれると日の出まで持ちこたえるのがずっと楽になる。いいアドバイスですね、ルーピン。僕はいつでもキアラの力になるし、彼女を助けるためなら何でもできるって約束します。実は満月が昇る前に中庭で一緒に過ごそうって誘ってみようと思ってるんです。君のような人がキアラを助けてくれると分かって本当に安心だ。さようなら。そして成功を祈るよ、チョメ。もうすぐ満月が昇る。いや、すごくいいストーリーなんですけど。あ、パート3を完了、ゲット。パート4。満月の夜、変身したキアラを守ることで自分とキアラの絆が試される。しかしそれだけでキアラは自分を友達と認めてくれるだろうかをやっていきます。残念なのが、今真夜中で実況が小声でしかできなかったことだな。もうちょっとハキハキやりたい。やっぱりね、実況完備の部屋欲しいですわ。ちょっとねビクビクしながら実況しちゃったから小声だしカミカミになっちゃった。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。次回はねこんな感じやっていきます。課題セットが3分の1しかないね。